西武のドラフト1位左腕、竹内夏樹投手22が無傷の6連勝を狙う。12日楽天戦、楽天モバイルパークで先発。4日ソフトバンク戦では8回無失点でパ・リーグの新人では初となる先発での開幕5連勝をマークした。ルーキーの6連勝となれば球団では93年杉山。 12とがめに並ぶが、結果的にそうなればと冷静この日は仙台でキャッチボールやダッシュを行い調整し、立ち上がりからマックスで行けるようにと気持ちを高めた。